三四郎です『オールナイトニッポン』やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶踏の2時間にリスナー全員栗ツ天魚の板踊ろぜひ聴いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い三四郎のオールナイト日本この間名古屋、うん、あの一緒に行ったじゃん来週、はい、明けにはい行って、はい、えっと常滑エキスポ、うん 毎年行ってるけれどもさ常滑って東京の芸人東京中の芸人が集められて東京中の芸人がこぞって名古屋行っそうそうそうもう東京にはもう芸人はいない状態ですねいないっていうかスッス劇場とかも全然笑えない人々がかほぼいないでしょね東京では笑顔が消える日東京でそれがう滑の常滑。 それでまああったんですけれども金曜日の「オールナイトニッポン」が終わってから朝6時の新幹線で名古屋行ってノ野さんからね前の日連絡があってみんな基本前乗りなのね前乗りでノ野さんから「今日名古屋?」みたいな「一緒に飲もうよ」みたいな「これがあったからラジオあったからちょっと行けなくて可能性申し訳ない!」すいません大丈夫ぐらいで仕事だから。 しょうがないでしょうまあ仕事って言ってもだってギャラは別ね安いビビたるもんであってなあそれはもう言うなよそれ蔵寿司行けないから行ける蔵寿司は行けるのそれなんせありがたいぐらい安いから蔵寿司はそうそれまああの名古屋行加。それでと行ったらね あの、ロケバス乗って。あの、トコメエキスポ、めちゃくちゃ規模がでかいから、そうね。お笑いに精通しているスタッフさんだけじゃないのね。うん。毎年行っているけど。まあ、だからちょっと。足りないんだよね。そう、足りないから、情報番組とかからもスタッフさん来てとか、いつも携わってない人。そうね。お笑いのこと全然知らない人も、スタッフさんで混ざって。多いのよ。そう、あの、去年だったら、えっと、まあ、天候を取るみたいな。うん。天候を取るときに、えハリウッドザコバシオさん。 ハリウッドザコバ市長さんいませんかハリウッドザコバ市長さん。そうそうそう。ハリウッドザコ市長とザコバ市長が混ざっちゃった。いたんですけどね。ちょっとハリウッドザコ市長もイライラしてて。え続いてはラバーガールズさん。ラバーガールズさんいませんかラバーガールズさんね。そうそうそう。そうやって間違えるってこれ定期的に言ってるんだけどね。このラジオで。そうそう言ってる言ってる。うん。時々出るね。エピソードトークで。ちょっと怒ってたからね。 怒るよね、ザコバ市長さん俺返事しねえよって言ってたから。ザコバ市長じゃねえから返事しねえからね。ザコバじゃないからね、それは。うん。そう、それでインディアンスのキムさんって今回はね。インディアンスのキムさんいませんかみたいな。目の前にいるのに、スタッフさん。インディアンスのキムさんいませんかみたいな。でまあ、キムだったらしょうがないなとか思いながら。そうそう、気づかれない。インディアンスの田淵でもない子だから。キムだからね。 木村とまあしょうがないなと思いながらロケバスで寝たいじゃん1時間ぐらい名古屋の駅から常滑までロケバスで行くんだけれど隣で森田さらば青春の光の森田芸能ゴシップうるさいうるさい前もね話したけれども「オールナイトニッポン」ゼロ時代かなゼロ時代ゼロ明けで飛行機一緒に乗ったら隣に森田が座ってきて「これ知ってます」みたいな。 うるさい、うるさい。そうね。好きだからね。そう、好きだから。寝れない。もう1時間ぐらいしか寝てないのに、全然寝れない状態で。とりあえず、な滑エキスポ、その会場についてね。その会場で、えっと、待合室みたいな。屋外なんだよね。そこ待合室みたいな。そこがめちゃくちゃでっかいのがあって、そこからいろんな会場、会場がもう、まあ、10個弱ぐらいあるんだよね。その会場に散っていくみたいな。呼ばれたははいら。 さんたくさんいて、あやむ野田さんがわーって久々みたいな感じ久々って言っても、まあ本当う1週間ぶりぐらいなんだけど、久々じゃねえな。バチバチに日焼けしててね、仕事ですかみたいな感じみんなに聞かれて、いやいや、みたいな。でも、みんなまでは言わないのね、野田さん、恥ずかしいから、僕は知ってるんだよ、塚地さんに沖縄旅行連れてってもらって、最高の人生、沖縄の旅行行って、2泊3日ね、そうそう、だからもうちょっと。 口ごもっちゃって。塚さん。まあ、忘れててもらったって言えよ。塚地さんの株をあげろよ。でも、ちょっと恥ずかしいから、自分的にも。いい年して、42人にもなって。いや、まあ、そうだけど。えっと、脳みそーさんもいてね、脳みそーさん。脳みそーさんが来て、こっちに、おー、とか、イグチンランド。ね、あの、あの事件があってから初めてじゃん、会うのって。脳みそーさんもタイたんで、イグチンランドというのは、その、ね、お笑いライブ会、お笑い、 ライブ業界激震の、うん激震ね、ファンにね、えっ、ー、と生きり立っているチンコをえっ、ー、と <laughs> ウエストランド井口チが送っちゃったんだよね。<laughs> 家 あっちからエロい動画送られてきたわけでもない送られて送ってくださいと言われたわけでもないけれどもジェントルマンだからということで送ってあげたと欲しがってるだろうという推測をしてそうそれで送ったっていうライブ業界激震の事件があって。 それで、結構、アベマとかのね、うん、あの、仕事が、えー、激増してるらしいよ、みたいな。えー、そうそう、すごいじゃん、みたいな感じ。それもうん、うん、まあ、井口もね、うん、あの、能さんが聞いたら、うん、井口、 よかったね、みたいな。いや、うん、チンコの動画送ってよかったっすよって。いや、それは嘘だろ。<laughs> めちゃくちゃ耳張ってるんだよね、みたいな。<laughs> いや、その、アベマとかでもさ、あ,<ー>あの、まあ、めちゃくちゃいろんな番組には出てるけれども、うん、まあ、えっ、ー、と、送った動画がこれです、みたいな感じでさ、うん、ま、出せればいいじゃん。みんなも共感でき、で、え、できるけどさ、うん、それができないからさ、まあ、やっぱ地上波とかも無理でさ、うん、なるほど。すげえインディズ芸人みたいになっちゃったね、みたいな。 元インディーズ芸人の代表がさ <laughs> ノーミソンが <laughs> そうそうインディーズ芸人みたいになっちゃったね<ー>みたいなこと言ってて、うん、まあそれで、えっとまあ、僕らネタをやるってことでね、うん、そのまあ待合所で待ってたんだけど。うん そしたらいろんなところに散っていくんだよね。芸人さん呼ばれて。全然呼ばれないで。そう僕ら。えっと、生放送出るっていうのね、聞いていたけど、2時間ぐらい呼ばれないで。だん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 みんないなくなっちゃって、四千頭身とかさ、いなくなっちゃって、その代わりに小梅大夫さん、杉ちゃんさん、オジンオズボーンさんぐらいしかいなくなっちゃって。不安だな、この面。こっち側の人間だと思われてるのか。 やばいなとか思いながらも、うん、まあでもあまあ呼ばれてやっとまあ、うんまあ、えっと去年もね、うん、出たんだけれども、うん、その2分ネタをやるんだよね生放送中に2分ネタをやる 2>,、ね、2分ネタのとこ僕らちょっとまあお客さんとの掛け合いとかさ、うん、後ろにも芸人さん見てるからさ、うん、芸人さんが「おお」みたいな、うん、今回もあったけど「間」みたいな「間」みたいな「いやなんで間の方」 ファン多いのみたいな感じで言ったりしてたら、うんうん、まあね、すぐ、えっ、ー、と、分数経っちゃって、去年ね、2>, うん、そう2分ネタのとこ4分ネタくらいやって、まさかのミキ、その後のミキが2分2分だったはずが、うん、ミキが30秒、<laughs> 30秒尺でやんなきゃいけないってい申し訳ないよ。申し訳ないと思って、っね、今回は気をつけようと。うん だって、本当ひどい話よ、これは。この話をした時もう石井さんはもうひどいって言ってた <laughs> 前回、この話した時これ、それはひどい。これはそま,、うん、まあでも、ミキっていうのもあってね、れそれはひどいなっていう。うん、でも今回、オジンオズボーンだから、別にいいだろうと思って。<laughs> ジョックはねえだろう。<laughs> よくねえだろ、別に。まあまあ、でも、まあ前回のことがあって大丈夫だろうと思ってたんだけど、スタッフさんにね、念入りにね、言われちゃって。めちゃくちゃ言われちゃって。去年がすごかったんだよ。そう、漠然とね、した言い方去年が、サ三シロさん、すごかった。すごかったんで。まあいい意味じゃないよ。すごかったんで、ちょっと、お願いします。だからまあ、ちゃんとね、2分ぐらいに収めてって。おジオオンズ・ポーさん。まあ、おじオンズ・ずぽんさんなんて、10秒で笑い取れるわけじゃん。 ここまで5歩みたいなね。2ね。ここまで2歩。2歩順か。2歩順で、まあそうか。ボーンだからね。撮れるかもいいかなと思ってたんだけど。まあまあ、でもそれはダメかということで。まあ終わって。それで、その生放送が終わった流れで違うライブ会場にも行ってね。僕ら3会場。 3公演出ることで1公演目が終わって2公演目行ったら東京ホテイソンが行ってねその稲妻ロックフェスこの間西川貴教さんうライブ出て稲妻ロックフェス出た時きつかったですわみたいなその時「ドラゴンアッシュ東京ホテイソン桃色クローバー Z」の流れでしんどいわみたいなしんどいですわみたいな。 あの時はねどうなることかと思いましたなんとか乗り越えたんですけどうんまあでもあの僕らがネタやってる最中誰も見てなかったんですけどピ、ね、<laughs> <laughs> ッチューカグラは好きですかピ <laughs> ッチュ神楽ラ <laughs> ビクッチャーロックは好きですかならぬ<ー> <laughs> そうそうそれでまあえっ、ー、と東京ホテルソンともなんか喋ったりしてはい、はい、それで、えー、その流れでその後のねライブがちょっと特殊なライブで、うん、ちょっとひどいなっていうライブでね、うん 常に滑るで、床舐めと書くんだけれども。うん、なんでそんなところでお笑いライブやるのって話なんだよ。とりあえずね。床舐めエキスポみたいになってて。うん、まあそういう、えっ、ー、とね、なんでって、まあそこには触れないんだよね。他のライブ会場では、うん。そうだね。でも、このライブだけ、えっ、ー、と、うん、この公演だけ触れるんでね。床舐、うん、め、えっ、ー、と、常に滑る。床舐めワングランプリ。うん、常に滑ってるのは誰だ床舐めワングランプリ。 酷な,な大会。酷な大会。なね、えー、公演だよね。<ー>小梅大太夫さんとかね、うん、えと杉ちゃんさんとか、ユッティさんとか、加納、うん、さんとか。うん、そう。まあ、加納さんとかも、そういうイメージなんだ、まだね、みたいな。うん、去年もやってたらしい。噂で聞くと、BKB さんめちゃくちゃ入れられて怒ってたらしいね。ーーその、なんか、なわ <laughs> けねえだろ。まあ、そういう意味。<laughs> そんなわけねえだろ。確か。確か BKB さん、そんな、滑っ雰囲気じゃないもんね。そうそう。それで怒ってて。それで、えっと、まあ、ネタ。まあ、僕らが司会でね。えっと、三四郎と雷が司会で。あとね、アナウンサーさんと。アナウンサーさんと。それで袖で、えっと、ネタ聞いてたんだよね。そしたら米大友さんが、なんかもう自分のネタ、飽きたのかわからないけど。もうまあ、もうネタの内容もすごい。しかも言ってもらいたいフレーズも言わないっていうか。まあ、忘れない。 忘れられない夏だと思っていたら、10分後に忘れました。ひく、うん、わーふわっふわっふわふわーみたいな、なんか変な余韻を残す。<laughs> 畜生でちょっと言い切ってほしいっていうのがあったんだけど。あと 土壌だと思って食べてみたら、うん、排気ガスでした。シューシューシューちょっ<て> <laughs> と狂気、狂気締めた。うん。受けていたの。もうどうでもよくなってんのかな。着物に、にうん、だって、えー、っと、g ショックつけて、数ズつけて、数ズ5個ずらいつけて、しかも足元は、ナイキのスニーカーだった。スニーカーだった。<う> <laughs> 動きやすいように。<laughs> そう。 <laughs> それでそのっ、えー、とすちゃんさんもやっぱそういう現象になっててそうそうそうえっ、ー、とワイルドだぜってねいつも言ってたんだけれどもそう聞きたいじゃんうん聞きたい公園の滑り台でそうめん流してやったぜ、うん、ワイルドだよなあれ <laughs> <laughs> 歯磨いた後カル、うん、カルピスで口ゆすぐぜ虫歯になるぜ、うん ワイルドだよな。もう、いい金の不安だから、お客さんに託すって。ワイルドだよな。これは。ワイルドだよな。しまいには、親戚で宝くじの券買ったけど、破いたやついるぜ。って自分のことでもない。すぎちゃんのことじゃない。ワイルドだよな。そういうやつなのこれ。そこってるんだ。そこあってるそこはってるんだ。そこだけあってるよね。そうそうそう。 そう。それで、その後、えっと、ま、ネタもやって、企画もやったんだけど、ま、企画中、あの、コウメダさんが物ボケしてる最中、2回パトカーのサイレンが鳴ったっていう、そういう事件はあったんですけれどもまあ、それも終わって、まあ、それ次の日もね、青春高校のロケが朝から入ってたから、まあ、あの、支度したら早く出たいよ。その会場から、床滑から、名古屋の駅まで行きたいんだけど、コウ大夫さんが遅い遅い。全然メイク落とさない。 それ早く早くって言って「<や>おお!」みたいな着物ね、あそね白いメイクをしたままね、うん、着てもう T シャツにめちゃくちゃする「おお!」みたいな感じでそれを吹いてって <laughs> 何やってんだよそれメイクが全然時間かかるのよ気持ちが変わったりするからかかそうめちゃくちゃ待ってよね、うん、そうめちゃくちゃ待ってそれでその後あのバスねみんなロケバスで一緒に帰ったんだけど、うん、まあ受けたよなみたいな意外と小ういうメダリストて。 そう。な、なんだかんだね、受けて。杉ちゃんさんも受けて。そう。意外や意外。あの、床鍋フワングランプリ輝いたのユッティさんね。まあ、意外でもないか。意外でもない。意外でもない。意外でもない。意外とユッティさん、最初の方ね、孔明さんとかいじってたけどね。最終的にユッティさんが。そう。不名誉な。不名誉なね、将軍。三四郎のオールライトニッポン あの、もうちょいでね、あの、先週も言ったけど、もうちょいであの、スタートするドラマの、まだ結婚できない男。あ、そうだ。なんですけども。すごいよね。ええ、しれっと言ったからね。僕もね、<週>ちょっと本編出させてもらうんですよ。おお、すごい。でね。 あのー、あさってね、その深夜、フジテレビで、事前 PR 番組っていうの出させていただいておりまして。あれ、なんか PR 大使みたいな感じをやるみたいなこと言ってたよ、ねうん、そ,うそうです、そうで、ん、す。で、月曜が関西テレビで、同じ、まあ、その番組がやるんですけども、うん、あの、桑野のね、うん、あの部屋に、俺もお邪魔させていただいてんだよ。え桑野の部屋行ったことないっしょ<れ> <laughs> お前ら、<laughs> うん、まあ、 僕もちょっとだけ見始めたけどさ。うれ昔のやつ。いや、すごいよね。あの部屋行ってんのよ、俺。すご行ってんのよ。せいやも行ったことないな。せいやも行ったことない。行部屋に、え行かせていただきました。えそこでなんか PR かなんかをやるってことそう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 。やっぱ、なんかいろいろね、その部屋の中でも変わってるところがいっぱいあるから、そういうのをなんかその、紹介するみたいなのをやってるんだけど、 ただその、それだけじゃなくてね。おう。クノが家の中でクラシック聞くじゃない まあ前作もね、うん、そ聞いてたんだけども、それが、そうそうそう,そう、うん、印象的なね、シーンだったけども、うん、あのー、その前回クワノが聴いてるクラシックは、これ何の曲なんだっていう問い合わせがすごい多かったらしいの。<ー>そう。で、多かったから、その、今回ね、まだ結婚できない男で、クワノが聴くクラシックの曲を紹介するっていう、YouTube 限定の番組を、僕と音楽評論家の方でやらせてもらったの。 <laughs> <laughs> なんでそのタック音楽なのか、えー、林しささって言うんだけど。ちゃ、えー、んと、僕が、二人で、えっ、ー、と、背負わせていただいて、えー、YouTube 限定の、その番組をやらせてもらってんのよ。でも、あの、1話目は、あのー、えっ、ー、と、一個分は YouTube で見れる。うん、で、シャープ1話見れて、<う> 2>, 2話目からは、えっ、ー、と、放送の後に。 うん、なんかすぐ見れるようになるらしいんだけど、うん、だから桑野が本編でクラシック聴いたら、俺に仕事が入るっていうシステムな <laughs> えー、<laughs> 謎でしょすごいでしょこれ。謎だな。いや、それで、で、あのー、まあ、ドラマ本編の話なんだけどね。うん、あのー、ちょっと実はもう、安倍さんと会ったんですよ、俺。えもう、えー、これだけもう、あの、言っていいっていうことになりまして、許可が下りて。えー 安倍さんと会ったっていうのはもういいえ、どうなってるのえ、どんな人だった？いや、めちゃめちゃいい人よ。えいや、本当に俺もうマジで嬉しかっただから。えクワノだっていう。おぉ<う>。<laughs> すごい。いや、俺の中で言うのが、安倍浩志だより、うわ、クワノがいるっていう。ああ<ー>。いやいや、それが、そいや、そう,そうそうそう。まあまあまあ、その撮影も終わってて、もう、あの、安倍さんともう会ってんのよ、俺。うん。で、ね、ちょっとどう絡むかとかは、まだ言えない。うん。そこは、 すみませんまだ言えない男っていうことなんですけどいやいいよ僕 <laughs>、ね、まだ言えいい男全然よくないんでまだまだ言えない男全然かんばしくないんでよ <laughs> ごめんなさい,、うん、いごめんなさいじゃないねであの2週間ぐらい前なんだけどねその、まあ、いよいよ安倍さんと会えるってことでこっちも緊張するじゃん、うん、でまあ現場にさやっぱ差し入れをねやっぱドラマってさやっぱ差し入れがあるイメージじゃん そうね、ケータリングのところとかにさバ、うんうん、ーって並んでて、うん、なんかいい感じのさお菓子とかが並んで誰々様よりいただきましたみたいな、うん、まあ長期間だからっていうのもあってね、うん、やっぱそうねバラエティーよりもね多くあるよねそうあ<の>あいうのあるじゃん、うん、だからちょっと俺も差し入れようと思ってさ現場に<お>持ってこうと思ってちょっと何がいいかちょっとマネージャー相談してでどうしようかなっつってたんだけどあそうだとちょっといいこと思いつきまして。 あの前にねちょっとだけこのラジオでもあの話題に上がったんだけど、うん、安倍さんああ前なんか言ってた、ね、前言ってたのあの調子いい時安倍さん焼き芋一1日4本食べるっていうすごいな、ね、<laughs> すげえなこれ本当かたみたいな話をしたんだよねーなんかオープニングトークかなんかでし、うん、でしてたからあ焼き芋いいじゃん、うん、と思って、うん で、あのー、探してもらってさ、あのー、差し入れれな、えっとー、いい焼き芋あるかどうかと。はあ、で、調べたら、銀座にね、あのー、あうまそうな焼き芋専門店。専門店専門店の、なんか、<え>うん、蜜たっぷりみたいなさ、<ー>そう、焼き芋屋さんがあって、あれってさ、でも、1本渡されてもなんか食い切れないじゃん。うん ドラマの現場でもやっぱりちょっとしか時間ないだろうし1本はねあのちょっと食い切れないけどそれが4分の1本っていう割とその食べやすいサイズに切ってるのがあってもうこれしかねえだろうっていうもう本場のとこもう濁点は <laughs> 濁点は濁点は、えー、と柔らかいからついてる。 ね、<laughs> 柔らかいからい。柔らかいとついてんだもんね。柔らかいからついてる。柔らかいからついてる。で、あのー。ちょっとついてるところね。うん。楽天が。そう。うん、で、ちょっと何本か迷ったのよ。うん、何本いると思って。でも、その、安倍さん4は確定なわけじゃん。うん。<laughs> まあそうか。安倍さん4確定だから、ね、そう。まあ10は少ないだろうし、20も少ねえだろうけど、うん、なんか、張り切ってさ、多めにさ、買ってさ、余るのが一番恥ずかしいじゃん。うん、だから、まあ50とかはねえじゃん、と思って。うんうん、で結局、30。ちょうどいい。なんか、その、スタッフさんとかが、あ、もうなくなっちゃったの、食べたかった、ぐらいの、なんか感じ。うんうん、一番いいじゃん。うん なんかちょうどいい量を差し入れることにしまして、30本だろうと。うんうん、で、それ差し入れを、まあ、マネージャーに買ってきてもらって、で、えっ、ー、とー、木スタジオね、当日入るんだけど、楽屋にさ、張り紙がまあ貼ってあるわけよ。うん、まだ結婚できない男、三四郎、愛田修二様。あったな。僕も違う仕事で行ったらそう、あったもんね。あったあった。痺れるね,ね、あれ。痺れる。 あれは最高よ、うん、何枚も写真撮ったからねそれは撮るべきだよ撮るよねあ,<ー>あれは、うん、でまあさ、えーとまあ、楽屋にいて、まああのー、一息つくんだけどさ、あのー、テレビをね、まあ、とりあえずじゃあちょっとつけようかなと思って、うん、つけたらさうん、うん、あのー、そこの画面にさ桑野がいるのねあの違うシーンを撮ってるスタジオの様子が楽屋のその テレビで見れんのよ。スタジオと繋がってて。はいはいはい。でさ、そ、それ、すげえいいじゃん。そんな光景。いいよ。で、もう、桑野なのよ。うん。桑野、桑野がいいのよ。うん。まだ知らない、俺の知らない桑野。うん。あそうか。まだ結婚できない男だから、まだ俺の知らない桑野。うまだ見てい。まだ知らない男なのよ。うん。それは。で、で、なんかその、ま、ああの、演技もさ、されてんだけどさ、アレさんが。で、その、 な,なんか言ってんだけど桑野が安倍さんがね、えー、そしたらなんか「あごめんごめんがん、えー、じゃった」みたいな、うん、なんかい言っててそのあごめんごめんがんじゃった」みたいな、うん、でスタッフさんの笑いが入って「もう一回」みたいな。ああ NG テイク見れたの俺。NG テイク。NG テイク見れて。俺なんか NG 大賞を見てる感覚になっちゃって。懐かしいな。そう、あの、今はもう最近ないな。そう、あれ面けど。あの、テロップが出てさ、まずは OK テイクから。あったでしょあったでしょあった時のさ、なんかね。で、あれ面白いよな。ね、続いて NG テイクみたいな。ごめんごめん、噛んじゃった。

あれ見てる感覚になっちゃって、うん、あと竹中直人さんがめちゃめちゃちょけるってあったでしょ <laughs> あってさふざけすぎて共演者が笑っちゃって全部 NG になるみたいなああで調子乗っちゃって竹中さんも噛んじゃうみたいな <laughs> ああい、ね、うん、<laughs> 感覚になっちゃって、うん、すげえ楽しい現場だなと思って。うん で、メイクしてさ、まあ、着替えもしてでいよいよ俺の場になってその呼ばれるんだけどまずはあのドライなのよドライ、うん、わかるうんリハねリハね、うん、リハと呼ばないドライドライドライお願いしますって言われるうんいやーなるほどいや嬉しいじゃん ちょっとドラマの現場っぽいなって言ったでスタジオの手前のね前室に行ったんだけど前室に行ったらさ安倍さんがいらっしゃってさえうん共演してるからね俺だからさ安倍さんがいらっしゃって安倍さんがいらっしゃってっていうか通り過ぎてスタジオに入るとこだったので俺もう挨拶さつしなきゃと思ってバーって走っていったんだけどさそうですよねいきなり安倍さんまあね共演すると分かっててもそうね で、行ったら、その、お偉いさんとさ、話しながらスタジオに入っちゃったのよ。で、全室通り抜けちゃって、うん、うわーと思って、うん、うわー、今じゃなかったっていうか、まあタイミングが悪かったっていうか、うん、で、まあ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 、しょうがねえなと思って、じゃあ後でご挨拶しようと思ってて、で、その、まあ俺も呼ばれたからスタジオ、その入るんだけど、その入る前の通路に、 要は、ケータリングの差し入れが並んでたんだけどさ。そこにさ、あの、紙でさ、スタッフさん書いたんだけどさ、三四郎相田様より、銀座、なんとかなんとかより、焼き芋いただきました、みたいな。書いてあったの。書いてあって、これこれと思った。電テン上がったんだけど、焼き芋めちゃくちゃ余ってたんだよ。えあれあれなんか違うぞ。30でも多かったと思った。何本か抜いとこうかなと思った。 なかなか焼き芋は手いっいんだけまあ、安倍さんだけだ安倍さんが好きって他のは何かいろいろあったわけですね。いろいろあった。うん。なんか、お菓子の差し入れとか。めちゃくちゃ。で、まあまあまあ、まあまあいいやと。で、ちょっと落ち込みながらスタジオ入って。他のも減ってたの、結構。まあまあまあ。まあちょいちょい減って。で、えっと、安倍さんにいよいよご挨拶スタジオ入って。で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 出た。桑野伸介。もう桑野じゃん。まだ安倍さんじゃないの。いや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 、もう桑野。もう桑野。桑野。よろしくお願いします。出た、建築家桑野伸介。で、そしたら、あの監督さんが、えっと、あやさん、あの、セリフ、大丈夫ですか?。で、あの、ちょっと、俺も。 あーみたいな,なんかそのどうですかねみたいな感じを気持まあ緊張してるしね出そうと思ったらあの安倍さんが「いや大丈夫でしょう」みたいな、ね「完璧ですよね」<laughs> もうまあまあまあそう,そうっすね」みたいな,なんかこれん,んか阿部寛さんにちょっとだけいじられたと思った。<ー> <laughs> すげ,えすげえ優しい、なんかその緊張をほぐしてくれて。プレッシャーとかじゃなく、うん、ちょっといじる感じで。そうそう,そう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 。うんうん、なんかもう大興奮よ。うんうん、で、すっげえ楽しいうちもう終わって、うん、で、ドライ終わって、本番までちょっと時間空くのね。うんうん、ちょっと時間空くんだけど、そしたら、あの、ドライ終わってすぐに、あの、スタッフさんがさ、その現場のスタッフさんが、相 <laughs> 田さんから焼き物の差し入れいただきましたーとか言って、<う>全員拍手する。 おうおう、まあ、みたいなうん、うんあ。ありがとうございますありがとうございますみたいな。いやいや、めっちゃ残ってっから。<laughs> 恥ずかしいから。うん、やめてくれと思って、うんで。で、そこに、あの、安倍さんが、あの、いらっしゃったのね。うん、あの、同じそのスタジオから出るときに。お だから、ここしかねえと思って、うん、俺ちょっと安倍さんのとこ行って、あ、どうも、あの、三昇の間と申します、と。うん、で、あの、安倍さんが、あの、お好きだっていうことを聞いたので、うん、あの、焼き芋をあの差し入れをさせていただいたんで、あの、もしよかったら、あの、食べてください、みたいなことを言ったら、<ー>ああ、ありがたいですね。<ー>そうなんですよ。僕はね、あの、焼き芋が大好きだから、<ー>うん、後でいただかないと、っつって。おおおおと思って、<laughs> ありがとうございます、うん いや、ぜひ、よろしくお願いしますみたいな。桑野だったらね、そうはなんないよね。な <laughs> そうね、そうね、ね <laughs> 僕はね。なん <laughs> 何癖つけて。そう、何癖つけて、ね、んうん、焼き芋っていうのは。<laughs> <laughs> 温度何度以上で、焼いたものを言うんですけ <laughs> これはもうこれ常識ですよ。いい <laughs> <laughs> んだけど、そうそう、ありがたいことに、で。 食べていただあ食べて、えっ、ー、と、召し上がっていただけるっていうことで言ってたんで、うん、あのー、俺がね、その、見張ってたのね。あのー、<お>その、通路、スタジオの通路のところの、前室のところで、<laughs> うん、あのー、いや、ちょっと見たいじゃん、うん、俺の差し入れを食べる、安倍さん見たいじゃん、まあ、まあね、確かに。いや、見たいでしょ、うん、だから、ずっと見張ってたのよ。うん、そして、いつまで経っても、20分ぐらい経っても、安倍さんが現れない。うん あれこれもう、口だけというか、ちょっと、ま、リップサービスだったのかなと思っちゃって。他の人も手に取らない他の人は割と手に取ってる。あ、取ってるんだけど、安倍さんにね。安倍さんのリアクションが俺は見たいのよ。で、あの、もう、俺もさ、本番になっちゃうから、もう、一回トイレ行っとこうと思って。一回トイレ行ったのね。で、帰ってきたら、マネージャーが焦ってて、安倍さん、早く早く早くえなになになにってって、バーって走ってたら、その、 焼き芋のさ俺の焼き芋の前にさ安倍さんがさ立っててさ<お>そのなんていうのえっとその神銀座何々よりのお店、はい、のところをすっごいチッと見てて行け行け食え、うん、安倍 <laughs> <laughs> まだ胃も食わない男だないいよ <laughs> 全部つけなくていいんだよすぐ食う男になれるからそしたらねちょっと俺も話しかけようと思って「いや安倍さん」っつって「安倍さんそのいや食べてくださいよ」っつって「僕が安倍さんのために差し入れたからいやぜひ食べてくださいよ」って言ってたらいや危なかったですよとかえあと2本しかない僕が食べる前になくなるとこでしたね すげえお昼お昼時だったからさお昼なんか弁当食べてその後デザート感覚でスタッフさんとかが割と食べてたっぽくて結構だあと2本トイレ行ってる間にもじゃあ何人かいっぱいうそうそうかもしれないあと本だよやばいじゃん4本そで4本必要なんだから安倍さんにはあと2足りねえんだよああしくったなと思って32本にしときゃよかったと あーと思ってであのー、えでもあの食べてくださいって言ってたら「いや嬉しいな」とか言って、うん「じゃあちょっといただきますよ<お>いよいよ、うん、食べる」じゃ生地もそしたらちょろっとあの一口食べてね「いや美味しい」「柔らかい」「うわうわらかい」「僕はねいつも帰りにねスーパー寄ってね 焼き芋を買うんですけどね。<う>こんなに柔らかいも久しぶりだな。えー、<laughs> 安倍さんあの。硬いもんばっか食べてるみたい。え <laughs> え。<laughs> オープニングトークに。繋がるけど <laughs>。<laughs> こっち側の人間だった。安倍さん <laughs> だ、濁点がついてないところ。硬 <laughs> いもしか食ってないみたい。<laughs> 濁点がついてない。濁点がついて。え <laughs> <laughs> え。 スーパーの買うんだね、<laughs> <ー>意外と。うま柔らかい。ああ、美味しい <laughs>、えーって。ずっと言ってたら、うん、こんなにもほん久しぶりですよ、うん。で、ずっと言ってたら、 安えっと本番になりますみたいな感じになってて食べてるのに食べて途中なのに「あやわらかいおいしい」って言いながらまだ食べきってないんだそんななんかおおとめちゃくちゃおおやわらかいおいしいおいしいそこまで言ってた本番前だけどやわらかいから飲み込めちゃうおいしいおいしい怒られるぞあとでよろしくお願いしますって言いながらそんなそんな飲むとき さすがにそこまで。もう硬いのは嫌だって <laughs> いやいや言ってないでしょ、それ。硬 <laughs> いのは嫌だろうけど、<laughs> 口に出さないだろ、それ。硬いのは嫌だろう。もうゴリゴリだよ。<laughs> いや区くじゃねえこれ怒られるぞお前。もうっていう、っていう表情です。っていう表情を読み取りました行かないけれども。あま,ここまあそこまでは行ってはないけれども。そう。で、スタジオ入って、で、もう俺もね、本番だから、その、入ったんだけど。まあ、緊張したね。うん。う食うのがもう目の前にいんのよ。そう、あ、そうだよね。うん、そんで、だから詳しいことは言えないけど、めちゃくちゃアドリブしてくるの。えすごいのよい ちょっとうわぁイテぇー <laughs> えどういうアドリブか言ってもう行っちゃおうか <laughs> 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 まだ言えない男なんです <laughs> すみませんね <laughs> 何がオチになってんだよこのトークの <laughs> まだ言えない男なんですがないんだよ <laughs> 8日スタートなんでねちょっとあの俺の演技の様子まだ結婚できない男ぜひ皆さん見てください <laughs> 甘い柔らかいザシロのオンライドリッポン 三四郎です。オールナイトニッポンやってます。業界のメインストリームど真ん中。報復絶当の2時間に、リスナー全員、栗びつ天魚の板踊ろ。ぜひ聴いてください。楽しいです。放送は毎週金曜深夜1時から。いやー、面白い